横山島は平安時代後期から鎌倉時代にかけて、武蔵国玉国横山荘を中心として、武蔵国及び相模国北部に割拠した同族的武士団である。武蔵七島の一つ。武蔵七島系図の筆頭。有名人としては、中条課長や愛子末高、横山時兼などがいる。時兼の叔母は、鎌倉幕府侍所別当の和田義盛の妻、妹は、和田義盛の長男、常盛の妻であった。建暦3年、和田義盛と、執権、北条義時とが対峙した和田合戦で、姻戚関係にあった和田氏に組下が敗れ衰退した。なお、猪俣党も一族である。横山義高の弟の時藩が猪俣となった。多くの文献から、小野高村の後裔とされている。ただし、これには異論を唱える研究者もいる。武蔵国玉国横山を本拠として、横山姓を称したとされる。当時、横山とは、多摩丘陵を指し、万葉集に、多摩の横山と謳われている。ここは、武蔵の国府周辺であって、結衣巻、小野巻との関連があった。前九年の役を境にして、武蔵の北部熊谷市より、本庄市に至る、上里地域に面する台地の延辺に移り、一族が繁栄する。荒川の扇状地上であるから、上里の崩壊も少なく、生産的に見ても最良の地である。横山、椚田、海老名、延、相原、口部、平子、山崎、成瀬、古郡、小倉、吉木、室伏、大串、千代、伊平、香椎、古市、田谷、八国府、山口、愛好、彰子、平山、石川、古沢、小野、古荘、中村、大貫、田名、小沢、小畑、本間、中野、成田、中条、横瀬氏、小山など。安田元久は、横山島の分家の多さから、横山島が強勢を誇っていたものと推測している。女子については系図に記さないが、秩父市や旗野市、梶原市や和田市、渋谷市、村上源市で、相模主源祐憲との通婚関係が見られる。横山高兼の娘は、秩父重弘の妻となり畠山重義、小山田有重を生む。さらに、高兼の孫娘の内和人は、三浦一族の和田義盛、和人は、高座渋谷の渋谷幸十の妻となった。小野高村。保公。忠則。吉村。忠時。時中。時期。高安。横山義高猪俣次子。助高。常高成田正人。侍従、小野茂綱中条兼綱。時広森綱課長。時兼。10時、ありがとうございます。